さあここでまた一礼さんは先頭ブランカーでですね、3度目の AR お、待ちかそう、ガードされ確認ちゃんと台足でローリングとかするとですね、ちょっとそうそう、まあ、中足コパンローリングにすればまあまあいいのかもしれないですけどね。まあ俺やんないですけど、これ練習したこともないんで下がったとかだと中継とかで行かれるような感じですかね。あーなるほど、これちょっとあのカクカクは何なんでしょうね。対空狙ってるぞとかいうような感じを見せてるんですけど、多分あれ出ないですからね。月下の剣士のガード硬直短縮でよくカクカクするんですけど、そんなカクカクでもないんで。東京版ヒットして台形を結構効果的に使ってます。ヒットを置き攻めに電気ヒットで発動拾って体力をごっそり奪っていく。おー、これはなんかすごいちょっと舐め折り込みましたけど、バーチカルで切り返すステップ電気はガード。おー、大パフ大パフ昇竜昇竜、なんかすごいですねこれ。おっ、あー今のは真空出す巻きでしょ。今のはねえ、真空出す巻きで応援してるかなと思ったんですけど、電気族に負けちゃうんですよ竜巻さん。はい、なんかちょっと面白い場面あったんですけど、結局立ってるのブランカっていうゲージがちょっとなくなってしまったんで、これはちょっとおー出た、デオカイラキャン出ました。デオカイラキャン僕は得意ですよ。こっから置き攻めがめんどくさいゲージがある分、置き攻めに、あーローリング出なかった、ローリングは出なかった。全然しすぎですよこの人まあよくありますな、タッチューパン。おー、間に合わない、ちょっとミスってしまいましたね。はい、飛びが刺さって画面端、おっと中で行きたかったんですけども、ラグでちょっと落ちたかったですね。割れそうで投げて、2位がいいんですよね、あれはね。一番ゲージが溜まるんで、多分ダメージも最後よりは確か同じようなダメージだったんで、まあ、ちょっとダメージ最後の方がでかいんですけどね。ただゲージ回数が2位の方はあり、あと置き攻めに行きやすいというか、次の攻めに行きやすいんで。おおおお、今のいいジャンプですね。いいタイプですね。待ってましたと言わんばかりの、そうそう、肋骨に削りにいたところに小足ジャンプジャッキっていうヒット。ああ、これはさあゲージ溜まりました。発動してジャコーニヤキ、足払い、ジャコーニヤキ、まあ削れますからね、ガーキャンも潰しますから、このそうそう、ガーキャン狩りできる鬼連っていう、それを、いつでも来い、なら死ね。 This is gonna be a match to remember. さあここでようやくキツネメインキャラが出てきましたね。まあこの辺で逆に負けたりすると面白いんですけど、あれメインキャラ使ったら負けるんですかみたいな。あ、本さんは結構竜巻で反応に突っ込んでいますけど、しっかり対空に鬼焼き、小足は空中でヒット。竜巻出したんですね、空中くらいないね。足払い使って真空波動出る、逆転強気寝押しが冴える竜巻、逆に投げようと思ったところを投げられてしまった感じですかね。ここは落ち着いて竜はそんなに焦らずにこまめにダメージを取っていけばいいでしょうけど、ちょっとミスってしまう。キツネさん、おお、ちょっと昇竜拳、あ、今シンクタブルが出すぎましたよね。発射系出ましたね。まあでもここ響きなんで、さすがにこの響きを CU でどういなすかがなかなか、ブリューはなかなかまだ戦いやすいような。そうですね、ちょっと弾の性能はいいけど響き相手にやりやすいと思うんでね。さあ爽やかな色の響き、飛びが通されて真空波動まで、体力やばいぞこれ。空中ガードして中間から発症する新規なり、安いそうです今の。死にましたけど、それさくらの方がでも次ね、響きにやりやすいんでね。ああ、響きが分かるそう。基本的にあの落としにくい飛びと立ち強系である程度リーチの長い技があるので、地上戦もやりやすいっていう感じで、さくらはやりやすいんですよね、まだ響き相手。おっと、ショーってミスだ。ミスですね。まあまあダメージは取れてるんでいいんですけど、めくり、はい、今のめくりは見えない。置き攻め、
おーっと削りで、お前そこめくりから削りに行ったらよかったやんけ。すごい削りですね。やばいですか、キツネさん。殴られますけど、あれは本当に。メインキャラ、メインキャラ頑張ってくださいよ。まあ、あ、今のはレベル3だったらいけてたんでしょうけど ね、まあ、うんって言いましたね、元さんが。まあ、得意のレベル3ならいけてた。でも、じゃあなんでレベル2に出したんだって話ですけど。おー、ジャクタスマキも結構隙は大きいんで危ないんですけど。足で止めて、おーおーおー、ここはちゃんと見て、ジャクから切り替えましたね。おーっと、学習はしてなかったようですね。お、今の中継いいですね。でもまあ、ゲージが、もう死にかけなんでいいと言えば。おー、当たっちゃった。ここあとも時間使ってですね、体力回復を減らすっていう、こう、わかりやすいですよね、非常に。押し返しで台形をこう、そうそう。さあ、じりじりしてきましたよ。あー、出なかったですね。あー、惜しい。さあ、これ打ち切りますが、まだちょっと足りない。幸い打ち。まあ、十分仕事したいでしょ、さくら。まあ、ただね、サガットここからまだ勝てるキャラなんで、まだまだ分かんないですよ。よれば、もう一瞬で死にますからね。そうそう。おお、しかし、このおお、飛び入って、アパッカー置き詰めで、次、コンボ食らったら、逆キャンで、あ、死んだ。あっと言えるんじゃないですか、これ。ほら、ピョッカ。お父さん、今、なんか思い出したかのように、ああ、料理にエバガチャしてましたけども、多分夜と思ってなかったんでしょうね。なんとかギリギリ勝ちましたけど、危なかったっすよ。さあ、これ何戦目か分かんないですけど、まあ、残り試合はあとわずかです。で、ここに出てくるのが、ギース、ライデン、バイソン、大将、バイソン。まあ、これは、比較的サクラは、まあ、春風があるんで、戦いやすいキャラといえば、戦いやすいんですけど、ね、まあ、火力が、バレに、壊しから、ギースは。投げて、おっきでね、めくりです。表今のめくりわかんねえよ。裏らしいですけど。まあ画面端で軽投げ食らっちゃうとああなっちゃうんで、できれば画面端は、なんとかしたいんですよね。まあ結構食らっちゃいますけど。投げて、もう減りすぎですね、この投げ。あ、レイニングストームみたいですね、めくり出すまで。まあ結構死んだんですけど、今カクカクしてましたね。めくりからシーカードもできない。もう一回今ぐるぐるしてたんですけど、出なかったですね。じゃあ A 剣のガークラしそうだが、割れますね。あ、安い。あ、まあ安いですね。しかし、おーっと、逃げ出す巻きを当て身で取るという、まあ全部読めていたって感じですね、本当ね。ちょっと今の心折れる音がしますよね、あの当て身は。しかしサラスはね、まあ、一応ギースは行きやすい。あ、パッカーか。なぜ画面端から逃がしていきますけど、出しますね、モトさん。まあゲージないんで、安いといえばまあ安いんですけど。あ、今のこのガード、いや、ギース全然安くないですけど、でもゲージなしの中じゃ屈指の火力ですからね、ギースのジャイケンコンボは。さあ、モトさん、キャノンが出ない。さすがに今のちょっと当て身は露骨すぎたか。学習するモト、思わずよっしゃって言いましたけど、あのまだ2人残ってるんで。いや、さっきライデンにボコられた人何言ってんすか。残りザコとか言っちゃって、カイナクドロッキーか。あそこはね、下強パン打つんだったらしゃがみ強キックで股関節置き攻めいった方が多分いいんですよね。ダメージは多分ちょっともったいないですかね、この状況は。そうそうそう、ゲージを置いときたい感じなんですけど、こかして置き攻めいって、ガードゲージ、ガードされても削ってっていう感じになりますよね。アウトレイドは出ない。コンボ精度が高い。ライガーね、ドラマリから、今日はパカーゲージ回収しつつ、多分取っておいたんでしょうね。おー、出ましたね、ライガー。元投げ出ましたね。何でしたっけ、この投げ。タイガー、レイジ。確かタイガーレイジ。T 投げがタイガーキャリー。キャリーですね。さあ、これを結構触った側は厳しい、めんどくさい組み合わせなんですけど。おお、対空ジェノサイ。相手のショージャンプ見てからレベル1でしたね。
これ結構めんどくさいんですよね。そう。すっごい音聞きましたよ。今すっごい。こっちが出てきたんだけど。走ってました今のは。そこに前転してきましたけど。さあここでピンクが、ピンク色のチャンが出てきました。これ結構可愛らしいですこれ。ファンシーなチャンですけど。レシオ4。おお、辰巳くんこんばんは。多分本当はもう春風しかしないんで。投げて投げが減る。旋風ヒットしても痛くないって感じですよね。まあ、これ結構チャンが切り返すのなかなか難しいんですけどね。おー出しました。お桜音減らねー。いいね。これこれチャンきつそうですね。ファンネはまあ安いんで。しかしガークラ、ガークラ、ガークラ、ガークラしそうですが、まあ向こうは対応できないんで、あこれは投げが入ってワンチャン来た、ワンチャン、ワンチャン来たなんとか、意外とタイム減ってないですよね、結構食らってましたけど、まあ春風1ダメだったんで、落とされててもダメージが少なかったっていう。さっきより楽ですか、なんかあちらしいジャンプ、ね、ジャンプ強中でめっちゃ減りました。今カクカクしましたね。レベル3進行ハードったんでしょうけど、おっと多分今もなかなかこれは一発一発が、あ怒って小鼻毛入って死ぬんじゃねこれ削れ。まあまああれは仕方ないですね。もう状況的に無理ですよね多分。うん、ああいう釣られるもん。トミノブハンジだから多分かっけされて終わりじゃないかな。ゲージも預かりして死ぬからおとなしく死んどくまだよかったと思う。ワンチャンある下がったなんで近づかさなければ全然いけますね。これはスラ入って置き攻めに何もしない。一発一発が笑えない体力。あっパッカー、あーこれはちょっとやり込んでないと半角とかはなかなか、あーっと間に合わない。というかコマンド入ってない。画面端追い込まれて、さあ、もっさん対空が出ない。ゲージはなくなって、佐賀君ゲージあるんで、多分ワンコンボで死んで、死んでくれますね、さすがにこの体力。まだ起きてる。あーっと、しかもガードが間に合いましたね、今。ちょっと倒しましたけど、ラストが間に合ったんでしょうけど。ね。ラスト、あ。さあラストですね。これがで、まあキャラを説明しますと、昔 KO さんっていうすげえ強いシーグルの人がいて、その人が使ってた、一時期使ったキャラ、この C5 機強サガットっていうね。懐かしいですねあれは本当に。 ね正直攻撃の時とかの時代ですね、うん、当時全く勝てる気はしなくって、で今でも多分普通に勝てないんですけどそれぐらい強かったんですよ、剣王さんっていう人が。あっとこれはめくりが効いていけなかったのか。なんかもう動きがめっちゃ強くって、あなんかすごい懐かしいこのコンボ、めっちゃ久しぶりに見た感じですね。おっとめくりから波動が当たってピヨって、おっと届かない。真空滅殺ロー波動を言いたかったのか出ませんでしたけども、まあ結果的にゲージも温存できたんで。さあどこで春国達行ってくれるんでしょうね。これ結構桜がやりにくい相手なんですけどね。ステップから、おっと出ました。これが浜本さんの今強勝の流可能性を見せましたね。強勝のミスでしょ、強勝ボケ。さすがこれですね、多分見たかったのは。結構春風を使いますが、結構今日は垂直ジャンプ合わさると結構火力高いんで、なかなかこんなにやっていくのも危ないと思うんですけど、ね、置き攻めも強いんでね、置き攻めループします。今日は暴れから荒神、ああ大足に暴れて落ちる画面端、多分毎回集計してるのかね。荒神で突っ込んで、あっと今の大パンは何だ、おーっとこれはなんか上がってない。
おお逆に勝利を、おおなんてこれは上げる補正切りが補正切りできてるんですかね。ダメです、その変わらない気がするんですけど、あれは有名な小判一角に投げですね、元さんの当たったから投げるみたいな、1分しかしないですよ、おお壊し2発目の壊しが繋がってなかったっていう、できないことやらないといいんですけど、遅かったんで、これ元さんがあのコンボ決めてるの見たことないですよね、実際。あ、これ対象対決になってましたね、いつの間にか。なんか探さが久しぶりに見た気がします。いいハイジャブです今の。あーっと、あーっとキャンセルが遅かったか、ちょっと何か出なかったか。アパターが出る、最後の最後でいいですね。あ、最後はコンボ、コンボを決めてほしいんですけど、もう強化体育、そうそう、怖い時はもう強化体育でいいんでね。早出し強化しか食らわないんで、早出し強化食らってもそこから続かないんで、まあまあそんなに問題ないです。ちょっと対空を大パンに頼りすぎてる感じなんで、それをなんか結構飛ばされてる感じですね。飛ばれてる感じ。投げて画面端、今次絶対レイド出しましたよね、今来たんですかね今の。さあこれはバンが入れば死んでしまう体力、飛びが刺さって上手をガードさせて側からまではいかない、これですね、これが地上戦ですね。そうそう、下がった下がった、こんなゲーム。おーっと、なんかカラキャンしました今上ショット、絶対上手をキャンセル仕込みキャノンだったんでしょうかね。お飛びが刺さらない、決め打ちキャノン、体力を削っていくガークラストで、まだ時間はまだ少しある。おーっと使ってキャノン、出ました、だから前も出ました、さすがに最後挑発力がなかった、スパコン出したかったレベル1、ね、最後は、あ、すいません、レベル1だったそうです。これで終わりです。